今日はね、41周年ですね、誕生日ですね。もう昨日で全員で11日達成です。あ、今日ユニクロ買うず。今日はね、今日はパン作りしましたが失敗したんで、動画まとめたいので、ね、こちらにも出せませんのと。疲れてずっとぐたっと寝てましたね。なんか何にウォーキングにね、なんかキバテや頑張った、先週に続きね、先週と先々週後半に続きね、ちょっと休んだ方がって。で、昨日は母のせい4系列ザビッグ4系列か、お得なディスカウントストアなんですがね、僕はマクドナルドでモバイルオーダー、小 S 無サイズ100円コーヒーで、iPad で雑誌、ヤフーソフトバンク、ヤフープレミアム雑誌読み放題で、あと iPad でイラストね、新規書きましたね。今日は食べた結果ね、結構また吹っ飛ってしまいそうなんですがね、これから始まってで、どうぞ。あ、今日深夜でミュージックだったからずるいんじゃないですよね。ミュージックでね、桜井翔さん司会のね、アレクサンドロスのね、元おかしいラジオでも楽しめますアレクサンドロスの川川でね、たくさんのビームとともに閃光とという曲と、あとね、菅田将暉くんね、坊主姿もかっこいいのというので、バウンディっていう曲ですよね。バウンディって方のね、作った曲が、僕もね、でそのバウンディのね、知った話、僕はバウンディを知った時の話やね、ラジオで聞いて知った時の話やね、マツコ会議、堂本剛さんね、アメリカのね、ファンクアルバムね、20選ね、選ばれたという話、ね、ブルーノ・マザーと一緒に選ばれたって話とね、去年ね、そのシングルね、僕もね、聞き覚えがあるなんですよね。街っていうタイトルを忘れてたんですけどね、なんでこの男臭い歌詞を書くんだよって、キラキラした歌詞を書かなきゃダメだって言われてた話なんですが、いや、こっちがいいじゃんと思った話とね、これから始めて、どうぞ。今日はドライブ4系列買う、お得な4系列お得なザビックで、ここもカズナのモバイルでメッセージだけ、ヤフープレミアで週刊エコノミストで読み放題で読んでました。
こちら図面で18日中11日達成です。今日あのミュージックでね、ねアレクサンドロスのねあのビームをたくさん使ったねあれっていうのをね見ましたね。あと菅田将暉も坊主姿でねやっぱかっこよかったですね。バウンディの方が作曲ね。バウンディってバウンディはね、去年年末で4週連続で、ね、クリスペーパーの作る時で1位になったね。だってね、踊り子って曲か。マツコ会議ではね、ね、その後ね、ドーマツですよね、音楽のせいでね、アメリカで20作のファンクアルバムにね、去年20作のファンクアルバムに、ブルーノ・マーズだと かわいいかともにね、選ばれたとね、すごいねってね。デビューアルバムの街っていうアルバムもね、すごいかっこよかったんですがね、デビューシングルの街っていうアルバムもね、現地でやめてシンガーソングライトってやってたことなんですがね、なんか男っぽい、この男っぽい曲じゃなくて、なんかもっと女性が喜ぶキラキラしたの書いてあってね、でもこっちの方が、ね、僕は良かったと思いますね、男だからかな。